はいどうも、ロキョウです。ロキョウと潜入、テンパルギアソリッド、メタルギアソリッド3実況プレイ、パート22ですね。はい、ということで前回の続きです。やっていきたいと思います。前回ですね、ちょっと、扉から入るのをですね、結構苦戦したんですが、なんとか無事に入ることができたので良かったのかなと思いますが、今回また先に進んでいきたいと思います。先ほどからですね、なんか足音が聞こえるんですよね。だからきっとまた、兵士さんというか、またいるんじゃないかなと思うんですが、とりあえず服これでいいのかな。服もうちょっといい服ないの。これが限界。あ、おこっちの方がいい。あ、こっちがいいのか。ブラック、おかっこいい。よし、これでいこう。闇に紛れる感じですね。自分でも場所が分かるようにしないと。こっちどこにいるのかな。てかどこに行けばいいのかな。ここあれですね、なんか研究所って確か書いてありましたよね。ということはおそらくマップが入り組んでるはず。ほらやっぱりマップが入り組んでますね。これどこに行ったらいいのかな。黒い部分が多分建物ですよね。 あそこに入り口があるな。あとはあの右端の方にも建物あるんだな。ちょっと待って、どこに人が、はい、OK。これで、あ、向こうに人が一人いる。いるね。あ、そこにもいる。OK。OK。どうしよう。あんまり撃たない方がいいのかな。これ、隠れるように、こっち、あ、ここの、あ、横の建物に入ろう。入れるかな。大丈夫？ OK。OK、OK。気づいてない。OK、入れ。あ、あ、扉閉まってる。ちょっと待って。はい、ここに、はい、OK。びっくりした。扉閉まってんじゃん。ん？あ、あれって何？武器庫じゃない？武器庫でしょ、あれって。ちょっと、OK。何か取りたい。こういう建物って多分、いろんなところで共通ですよね。武器庫かな？ん？武器庫ですよね、OK。TNT、OK、TNT に。これ何？ん？ XM16E1。突撃中、主観で構え、L1 で片付け。OK、また新しい武器ですね、これ。XM16E1。うん、OK、OK。ここら辺の弾は、弾はほとんど持ってる。OK かな。よし。はい。では、先に進みます。ちょっと待って。これ、どこに行ったらいいのかな。こっちは？こっち何もない？あ、こっちは何もないのね。OK。で、なんかこっち来てる。あ、やばい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 。気のせいだよ。気のせい。あ、やばい、来る。どうしよう。来た場合は、どうしようかな。直接対決はナイフがいいかな。頭を狙って眠らせるのもいいけどな。でもちょっと、キルはしたくないけど、キルにしとこう。よいしょ。ちょっと待って。狙うよ。来い。来ない。あれ？あ、そこにいるのね。あ、じゃあ眠らせれるじゃん。OK。じゃあ、ちょっとこうやって、はい。木の陰に隠れつつの、こうして、そう。で、これで構えての、撃つ。あ、外れた。撃つ。OK。よし。よしよし、いいぞ。OK。で、ちょっとこの人なんか持ってない？ちょっとこっちの方に引きずっていこうか。ね。はい。人目につくところは危ないので、ちょっとこっちに引きずります。びっくりした。危ない。ちょっとね、こっちの方に。はい。なんかいいもん持ってないな、あなた。あ、ほとんど弾持ってんのかな。ほとんど弾はいっぱいいっぱいかな。これは？あ、これも。サプレッサー持ってない？あなた。サプレッサーは1個欲しいな。もうないか。あ、あそこ扉あるじゃん。OK。ここ進みましょう。はい、行きます。はい、ガチャッと開けて、入ります。
研究所1階ということで。OKOK。いよいよ研究所に入りますね。確か、研究所では、皆さん覚えてらっしゃいますかね？誰だったかな？名前忘れちゃった。アダム？イブ？わかんない。アダムだったかな？女の人、メガネかけた女の人がいたじゃないですか。金髪の。確かその人が、言ってたと思うんですが、ユニフォームを、その人からもらったのかな？これ。サイエンティスト。これ。科学者の服。これを着ると、確か、中が自由に動けるんじゃなかったかな。で、確か武器を持ったらいけなかった。確か。ね、武器を持ったら多分バレるみたいな。多分これだったら、おそらく自由にここら辺歩けるんじゃなかったっけ。多分、ここ兵士いますよね。確か兵隊さんにぶつからないように歩いたら多分いける。ほら。ほらほらほら。ほらほら。みんな気にしてない。みんなっていうか2人とも気にしてない。2人ともじゃない。1人か。この人気にしてないよ。OKOKOK。ね、こんな感じで。お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。OKOKOK。よしよしよし。で、確か、ここの研究所内にも確か食料庫があったんですよね。食料庫。食料庫を探そう。ね。で、前というか前回だったかな、前々回だったかな、多分言ったと思うんですが、食料庫の、食料庫を破壊すれば、確か敵がですね、お腹空いたとかそのうち言い始めるんですよね。自分がお腹空いてんじゃん。なんか食べよう。どうしようかな。食料意外と少な、あ、少なくないか。大丈夫か。ミルクスネーク。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。タイコブラにしとく？よし。うん、こんなもんか。オッケー。そんなもんだ。よし。ということで、先に進みます。はい、勢いよく開けましたが、確かですね、ここ、いろいろ探索して、なんかいろいろここでも手に入れるものがあった気がします。どこにどう行ったらいいのかな？こっち？うん。で、逆にですね、でも、確か、ここで行くのはいいんですが、あ、やばい。ですね、研究員に見つかると逆に怪しまれるという作りになっております。なので、よいしょ、ここ何？ここは何？中庭？中庭かな、ここ。なので、兵士には有効なんですが、この変装というか、服というか、兵士には有効なんですが、よいしょ。ですね、研究員には有効ではないと。研究員には逆に怪しまれてしまうというですね、服装でございます。なので、研究員には見つからないように進みます。よいしょ。こう兵士にはですね、いくら見つかっても全然大丈夫なんですよね。ぶつからない限り。ぶつかったらですね、あれなんです。お前何やってんだみたいな、ちょ、失礼だぞみたいな言われて、逆になんかめっちゃ怪しまれるんですよね。で、あと武器持ってても同じような感じです。武器持っててもお前何持ってんだみたいな。結構メタルギアはリアルなゲームなんですよね。なので、どこだったかな？食料庫。食料庫に行きたい。食料庫どこ？お？あ、ここ。来た。食料庫ここ。ね。で、ここを爆破すればいいんだ。そう。で、武器。TNT。え、何？ノーユーズ？ちょっと待って。なんでノーユーズなの？ TNT。え、ここ使えるよね？あれ？あ、研究員の服装だとダメなのかな？適当になんかユニフォーム。ネイキッドとか。ね、上半身裸。あ、いいかも。めったにこれ見れませんからね。はい、ネイキッドで、あ、ワイルド。ワイルドな感じ。さて、どうでもいいんですけど。で、はい。で、爆弾を仕掛けの、仕掛けのですよ。仕掛けの、で、人いないかな？大丈夫？いないいない、オッケー。いないから、で、ここで爆発させます。はい。はい、オッケー。で、早く着替えよう。ね。早着替えします。サイエンティスト、はい、オッケー。科学者の服になりました。オッケー。ね。ね。これ多分、
これ多分 OK、 食料庫はこれで破壊できました。 OK で、ここ何、あ、なんかある、何これ、ブック、本、本がありましたね。うん、OKOK、 これとりあえず、とりあえずこれで OK、 よしで、とりあえずまあ研究員になっとけば多分大丈夫、研究員になっとけば多分大丈夫だと思います。うん、 OKOK、 見られても ほぼ大丈夫。うん、はいはいはい、避けて避けて OK。 これ当たったらですね、本当になんかお前何やってんだ的なめっちゃ言われるんですよね。こっちはなんだっけ、こっちは何、ここ何、図書館的な、研究員いないよね、ここ。研究員がいたらもう一気に怪しまれるんですよね。研究員がいたら、え、こんな研究員いたっけみたいな多分感じになるんだと思います。イメージ的に多分ここは大丈夫。うん、 OKOK。 あ、なんかある、何これ、あ、おお、サプレッサー来た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 、サプレッサー嬉しいよ。よし、で、ちょっと、はい、開けまーす、ガチャ。はい、誰もいませんか、 OK。 ここ、はい、ここ開けまーす、ガチャ。ここ何、ん、トイレ、トイレだ、ここ、トイレだ、何もない、ここ、はいはい、トイレガチャっと、何もない、トイレ、トイレとか、やっぱメタルギア結構やっぱりですよね。ガチャっと、はい、あれ、開かない、ん、開かない、なんで、なんかいいのかな、入ってらっしゃる感じや。はい、ということでカットすいません、申し訳ございません。ということでやってみますが、ここ何だったかな、ガシャンってめっちゃ開けちゃったよ、何、あ、外、外に、え、外、え、外、これ研究員行って大丈夫、これ何、あ、なんかある、何これ、お、ユニフォーム手に入れました、ユニフォーム OK。そろそろまあ、あの緊急警報というかあれもなくなるのでいい感じかな。お、目の前にいないか、あ、言ってる言ってる、ほら言ってます、今見ました、ひもじいて今言いましたよね。お、ほら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 、ずいぶん食ってないなみたいな、ずいぶん食ってないなって今言いましたよね。ほらほらほら、腹が減った、こんな感じで出たら、あの相手が結構、体力的に弱ってる状態な感じでございます。でどこに行ったらいいのかな、これね、どこ行ったらいいんだろう、こっち、こっちはさっきあっちか、そう、ひもじいとか食ってないなとかなりで、結構敵を一発で KO しやすいというか、眠らせやすいというかですね、そんな感じの状態になる。ということで、ちょっと下に行きたいな、じゃあ下に行ってみようかな、こっちまだ行ってないですよね、地下、研究所地下、東、東部か、東部ということで、はい、行きましょう行きましょう、腹が減った、ほら腹が減ったって言ってますよね。こっちかな、ここ何、なんか牢屋っぽいけどな、食ってないなーって言ってる、あ、出てくる出てくる、うん、全部食ってないなーみたいなね。そうで、なんかここら辺なんかなかったっけ、あ、弾、はい、これ何、アニドーテって何、ここここ こういうなんか変な動きをしてもですね、蹴ったり、あ、OK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 、 研究員がまあこんな感じで、あの地面は這わないですよね、少なくとも。これでいいかな、他に何もない、はい、ガッと開け、何何、あ、あ、うわ、びっくりした、ちょっと何をしてる、ごめんなさい、え、待って、ちょっと待って、え、ちょっと待って待って、おかしいおかしい、今のおかしいでしょ、ちょっと今のおかしいよ。ちょっと待って待って待って、ジリジリってなっちゃったし、ほら、ちょっと、もう何やってく、ちょっと今の自分悪くないっす。ということでね、はい、また急な、カット申し訳ございません、自分今の悪くないよ絶対、どこに逃げよう、どこに逃げたらいいかな、ちょっと待って待って待って、撃たないで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 ね、どこに逃げたらいいかな、食料庫とかね、隠れますね、食料庫とかに、痛い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 、ちょっと待って、今の悪くないって言ってんじゃん、どうしよう、とりあえずこの研究所内で見つかったらめんどくさい、
とね、どうしようかな。とりあえずユニフォームを適当なものに変えて、一番マシなのどれ？これか。市街地で有効な迷彩とか書いてありますからね。これにして、フェイスをこれにして、食料庫に隠れよう。で、とりあえずキュア、キュアをしなきゃ、キュア。あ、これこれこれ。包帯消毒。どれかな？これ？はい。と、包帯。包帯、包帯。包帯、これか、これ。で、包帯。包帯。これ。で、消毒、消毒、消毒。これ。OK。で、どうしようかな、この後。なんか、有効な武器持ってない？なんかいいのないかな。クレイモア。クレイモア。マウストラップとかいらない。いいのがないな。いいのがないよ。ないな。なんか、なんだっけ、突撃なんちゃら武器みたいなのありましたよね。あ、それ、それ、それ、なんだっけ。これ、これ、これ。これなんだ。あ、最大数が。どうしよう。とりあえず、まあ、とりあえず、じゃあ、はい、こうして、こうして、ナイフ、ナイフ持って、レッツゴー、レッツゴー、痛い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 、また、また切られたよ。はい、オッケー、オッケー、で、逃げろ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 、どこに逃げたらいいかな、これ。あ、じゃあ、一旦じゃあ、外に出ましょうか。外に出たらいいか。よし。外に出て、左の方に向かって、こっちに行って、あ、あそこいる、いるじゃん、あそこに。で、一旦外に出て、で、麻酔銃で眠らせよう。OK。何？また見つかったよ。何？何？どこにいんの？見つかった。 見つかってないか。よし、じゃあここに隠れよう。OK。ね。カチャッと。OK。危ねえ。これちょっと体力回復しよう。ね。ちょっとじゃあキュアをしよう。キュア。また切られちゃったよ。包帯。で、止血剤、消毒と、これ。OK。で、ちょっと時間も微妙なので、今回はここで切りたいと思います。見つか ちょっと待って。切ろうと思ったら見つかったよ。どうする？どうする？どうしよう。今回は、接近戦の時どうしたらいいかな？ CQC で行くか。じゃあ、CQC で行こう。OK。これで、これで、うわ、また見つかる。ほら、これで、これで、痛い。ね、これで CQC。OK、お腹減ってるいい。OK。で、今の間に、眠らせて大丈夫かな？眠らせて大丈夫か。大丈夫か。よし。眠らせ。はい。今のうちにね、はい、寝ていただいて、OK。はい。寝ていただいてね。そう。アラート早く解除してね。そう、寝ていただいて。いや、お腹空かせてるといいな。OK。寝ていただいて、皆さんね。で、よし。よし。OK。ドアは？あ、ドアなくなっちゃった。おー、びっくりしましたよ、ちょっと。キュアしようね。もう一回。縫合セットに、消毒薬、止血剤、包帯。はい、OK。あー、びっくりした。 はい。ということで、今度こそ、終わりたいと思います。ですね、また、次回は、また研究所に、アラートが終わってですね、進んでいこうかなと思いますので、次回もよろしくお願いいたします。今回、パート22ですかね、終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。